イーバル・クルーガーはスウェーデンの土木技術者、資本家、企業家、実業家である。イーバル・クルーガーは1908年に新しい建築工法に特化した建築会社クルーガートール社を共同で設立した。積極的な投資と革新的な金融手法で彼は世界的なマッチと金融の帝国を築き上げた。戦艦期にクルーガーはヨーロッパと 中央アメリカ、南アメリカの各国政府とマッチの独占を交渉し、最終的に世界のマッチ生産の3分の2を支配することになり、マッチ王として知られるようになった。幾分ポンチ方式として評される、クルーガーの金融帝国はマッチの独占を基礎としていた。世界恐慌の最中に崩壊したが、アクセル・ベナーグレイに多くの資産を買い取られた。 1932年3月、クルーガーは、銃で自殺した。16歳で卒業した、イーバル・クルーガー。1896年6月、イーバル・クルーガーは、カルマルのマッチ製造業者、エルンスト・アウグスト・クルーガーと妻の、ヤンヌ・エメリー・クルーガーの間に長男として、カルマルで生まれた。イーバルには、イングリッド、ヘルガー、トルステン、グレタ。 ブリッタという5人の兄弟がいた。クルーガー家はカルマルに、いくつかのマッチ工場を所有していた。学生時代にイバルは、家庭教師のおかげで2学年飛び級して16歳で、卒業した。彼は、ストックホルムのスウェーデン王立工科大学で学業を、続け、機械工学と土木工学の修士課程を収め20歳の時に、卒業した。 世紀が変わった後の7年間にイーバル・クルーガーは旅行に出て海外のアメリカ合衆国メキシコ南アフリカで技術者として働いたがほとんどの時間を米国で過ごした南アフリカでは友人のアンデッシュ・ヨルダールと共に短期間レストランを経営したが間もなく売却したクルーガーがニューヨークのコンソリデーティッド・エンジニアリングコンストラクション社と パービーヘンダーソン社で働いている間にトラスド、コンクリートスチール社で使用されていた、鉄筋コンクリート工法の特許ユリウスカーン工法に、出会った。この新しい工法は、当時まだ、スウェーデンには導入されていなかった。1907年に、クルーガーはこの工法のスウェーデンと、ドイツ市場での代理権を獲得し、両国で同時に、 この新しい工法を導入するために1907年末にスウェーデンに帰った。当時のスウェーデンで最も鉄筋コンクリート工法に精通していたうちの一つが、イーバルクルーガーのいとこヘンリククルーガーが勤めていた、ストックホルムのスウェーデン王立工科大学であった。建築会社クルーガートール社の創立者、パウルトール、ヘンリククルーガーとイーバルクルーガー。 1908年、クルーガートール社の初期の仕事の一つである、ソルナの立教を検査中1908年5月に、イーバルクルーガーは、建設会社、キャスパー・ヘグルンド社で働いていた技術者のパウル・トールと、スウェーデン王立工科大学で、土木工学の教授を務め企業の技術コンサルタントを、していたいとこのヘンリク・クルーガーと共に、建築会社クルーガートール社を、 スウェーデンで設立した。ドイツでは、イーバル・クルーガーは、米国時代からの仲間アンデッシュ・ヨルダールとともに、ドイツカーン鉄工会社を設立した。当時のスウェーデンでは、新しい建築工法は、十分には、受け入れられず、新工法の拡販のために、クルーガーは、幾度か講義を行い、一流の専門誌、テクニスク・ティドスクリフトに新工法のイラスト入りの記事を、書いた。 新しい建築工法は、間もなく、成功を収め、会社は、ストックホルムオリンピアスタディオン、ストックホルム市聴者の基礎工事、ストックホルムのデパートの NK といった有名な、建築物をいくつか受注した。これらの先進的なプロジェクトの裏で、主任技師を務めたのは、ヘンリク・クルーガーであった。数年後、イーバルがカルマルにある父親のマッチ工場を引き継いだ、時に、 彼は、建物や橋を建設するよりも、新しい会社を設立することに重点を置くようになった。その結果1917年に、クルーガートール社は、パウル・トールが大部分を所有するクルーガートール建設といいバルクルーガーが、支配人と筆頭株主を務めるクルーガートールモッチ株会社の二つの会社に分割された。 同時に、クルーガーは、スウェーデンマッチ社を設立した。イーバル・クルーガーは、クルーガートール建設の経営陣に入っていなかったが、パウル・トールは、当初からフーユッド・スターディン社の建設計画の調整役として、クルーガートール持ち株会社の経営陣に名を連ねていた。パウル・トールの会社に対する、イーバル・クルーガーの持ち分は公表されていないが、パウル・トールは、 この新しく設立された建設会社に対し1917年に60%、1930年頃には66%の持ち分を所有していた。クルーガートール建設はいかなるクルーガートール持ち株会社の組織図上にも載ったことがなかった。スウェーデンの銀行家、オスカー・リュードベックは イーバルと近しい仲になり、金融事業においてイーバルの重要な教師の役割を果たした。リュードベックは1912年頃から1932年のクルーガー教皇まで、クルーガートール社のコンサルタントを務めた。スウェーデンマッチ社の本社、マッチパレス内のイーバルクルーガー、1930年頃、ゴロスカーリュードベック、イーバルクルーガーの御用銀行家。 1930年、頃1911年から1912年に、バルクルーガーの父エルンストクルーガー、オジフレディッククルーガーと、弟トルステンクルーガーが経営していたカルマル、フレドリクスダル、ムンステルオースのクルーガー家のマッチ工場は、財政的な窮地に陥っていた。イーバルは、銀行家のオスカー・リュードベックから、工場の資本を増強するために工場を、 株式会社に改祖するようにアドバイスを受けた。これはスウェーデンの全マッチ産業とともにノルウェーとフィンランドの主要なマッチ会社の再編の始まりとなった。一家のマッチ工場を基礎としてイーバルクルーガーは最初にスウェーデン企業のカルマルムンステルオースマッチ製造を1912年に設立し、父エルインスとおじフレディックが 主要株主となり、弟のトルステンが支配人に任命され、イーバルは経営陣の一員となった。この会社とスウェーデン国内のいくつかの小さなマッチ会社との合併でイーバルクルーガーを総支配人とするスウェーデンマッチ製造連合が1913年に設立された。後にスウェーデンで最大のマッチ会社、イェンシェーピンバルカンと合併し、 スウェーデンマッチが1917年に設立された。クルーガーはもともと1912年12月に、イエンシェーピンバルカン社を合併しようとしたが、バルカン社はスウェーデンで主位のマッチ会社だったためこれには、興味を示さなかった。そこでクルーガーは、すべてのマッチ会社とともに、スウェーデン国内と周辺で見つけられるだけの原材料、供給会社を買収し始めた。 最終的に、イエンシェーピンバルカン社は、投資会社と当時最大の二大銀行の、ハンデルス銀行と、スカンディナビスカ銀行を通じて供給される、莫大な資本の前に合併を受け入れざるを得なかった。クルーガーの横でこの買収劇を操っていたのは、彼の御用銀行家、オスカー・リュードベックであった。新会社の株式総数は45万株であり、 22万3000株をイーバルクルーガー個人が6万株を彼の新しい持ち株会社であるクルーガートール持ち株会社が所有した。この企業体は今や工場で使用する製造機械の主要なメーカーすべてを含むスウェーデンのマッチ産業全体を網羅しており、マッチ産業に原材料を供給する主要な会社も支配下に収めていた。 1917年のスウェーデンのマッチ産業で働く労働者数の合計は約9000人であった。この期間にクルーガーはノルウェーとフィンランドで最大のマッチ製造会社も買収した。しかし、クルーガーは企業を買収するのみならず、マッチ産業に生産、管理と販売の双方の能率を高めるための新しい手法である。 大規模製造設備と販売機構に新しい考え方を導入した。これはそれ以後産業界で規範となる国際的な巨大企業の誕生であった。9年間にクルーガーは新しい巨大な建設会社を何とか設立すると、共にノルウェーとフィンランドの主要なマッチ会社を含むスウェーデンマッチ製造連合を設立した。北欧のマッチ産業界におけるこの新しい 企業組織体は、その他の地域の巨大なマッチ製造会社の手ごわい、競争相手となった。完成独占を吸収して、スウェーデンマッチ社が拡大していったことにより、このスウェーデン企業は、世界最大のマッチ製造業者となった。クルーガーは、クルーガートール社の子会社を米国に立ち上げ、ニューヨークのリー・ヒギンソン社とともに、インターナショナルマッチ社を設立した。 この企業体は最終的には全世界のマッチ製造のほぼ75%を支配した。1925年から1930年、ヨーロッパの多くの国々が第一次世界大戦後の疲弊に苦しんでいた。クルーガーの会社は復興を促進するために各国政府に対し融資を行い、政府は担保として、 クルーガーの帝国による自国でのマッチ独占権を認めた。有志の見返りに、クルーガーは、マッチの製造、販売、流通に関する独占または完全な独占を主中にした。独占契約の内容は、個々の国で異なった。これらの取引の裏でスウェーデンと米国の両政府が、どの程度関わっていたかは定かではない。 スウェーデンと米国の銀行から注ぎ込まれる資金を元にしたクルーガーによる直接融資と膨大な量の社債の発行により資本は巨大に膨れ上がっていった。クルーガーはマッチ産業のみならず北部スウェーデンのほとんどの森林産業の支配権を得てセルロース製品カルテルの主導権を握ろうと計画した。パルプ製造業のスベンスカセルローサの設立後、 1929年に、クルーガーは、電話機会社のエリクソン、工業のボリデンスグルフの、主な株式とボールベアリング製造の SKF、銀行のスカンディナビスカ・クレジットや、その他の企業の主要な持ち分を手に入れた。海外では、クルーガーは、ドイツのドイツユニオン銀行とフランスのパリユニオン銀行を買収し、その資金は買収した、会社自身に支払わせた。 新しい投資を誘致したり、新たに乗っ取った会社の基金を不正に略取することにより常に増加する配当を払い込み、利益を計上するという言論方式の錬金術を数十年先取りした彼の発明でこれらの手口を必要かつ可能なものにした。百三十一年には二百と目される企業がクルーガーの支配下にあったが、 世界恐慌の発生がクルーガーと彼の帝国を最終的に崩壊へと追い込むクルーガーの終支をあらわにする主要な要因となった。1930年の春にクルーガーは米国を訪れシカゴ産業クラブでという表題の世界の経済情勢に関する講演を行った。クルーガーはフーバー大統領からホワイトハウスに招かれ世界の経済問題に関して 混乱し、6月には1907年に若き主任技術者としてスタジアムを建設したシラキューズ大学で経営学の博士号を授与された。1929年がクルーガーの経歴で最高潮の時期であった。200以上の企業で形成されるクルーガーの財産は300億スウェーデンクローナー、2000年時点の 約1000億 US ドルに相当する額であると考えられている。同じ年のスウェーデンの銀行による、そういう資格は40億スウェーデンクローナであった。1930年における、外国政府へのクルーガーグループのそういう資格は3億8700万 US ドルであり、これは1998年時点での350億 US ドルの貨幣価値に相当する額である。 クルーガーは1930年にイタリアへ7500万ドルを融資することを計画していたが実現しなかった。1931年半ばにクルーガートールとその他のクルーガー帝国の企業が財政的に不安定な状態にあるという噂が広まった。1931年2月にクルーガーは自身への融資額を大幅に引き上げて、 触れるように人生で二度目となる援助をスウェーデン国立銀行に求めた。その当時のスウェーデンの銀行のクルーガーに対する融資総額はスウェーデンの準備通貨のおよそ半分に相当する額にも上ると見積もられ、そのことが国際金融市場におけるスウェーデンの通貨価値に悪影響を与え始めていた。クルーガーへの融資の増額を認めるために政府は クルーガーのグループ会社すべての完全な収支状況の提出を求め銀行独自の計算の結果クルーガートールの財政状況は融資の増額を認めるにはほど遠いくらい脆弱であることが分かったこの時点でイーバルクルーガーは米国に滞在中でスウェーデン国立銀行総裁のイーバルルースと会見するためにヨーロッパへ戻るように要請されたクルーガーが 最後に、スウェーデンを経ったのが1931年11月29日で、ヨーロッパへ戻るのに、イルド・フランスに乗船して1932年3月11日に、パリに到着した。イーバル・ルースとの会見は3月13日か14日に、ベルリンで行われる予定であった。クルルガーは、ベルリンでの会見の準備のために、クリステル・リットリンと御用銀行家の、 オスカー・リュードベックに3月11日にパリで会った。しかし3月12日にクルーガーはビクトール・エマニュエル3よ通りの自身のアパートメントで死体となって発見された。クルーガーの使用人のフランス人家政婦のバロー夫人と当日の朝にクルーガーと連絡を取った建物の管理人を聴取した後で フランスの警察と検視した医師はクルーガーが午前10時45分から午後12時1 0分の間に自らを銃で撃ったと結論付けた。9ト、mm、ルの自動式拳銃が死体の横のベッドの上で発見された。クルーガーは部屋の中にクリステル・リットリン宛ての封書を残しており、その中には3通の封書、1通は妹のブリッター宛て、もう1通は 数年仕シれレてそしてリットリンアテが入っていた。リットリンアテの手紙には、クルーガーはこう書いていた。イーバル・クルーガーの遺体は、ストックホルムのに埋葬された。クルーガーの死は、クルーガー教皇を引き起こし世界中の引く、特に、米国とスウェーデンにひどく引く、投資家と企業を直撃した。1933年と1934年に、米国議会は、 クルーガー教皇の再発を防止するためいくつかの証券関連改正法案を通過させた。これらの法案は広範囲かつ有効に機能し、米国の金融業界は1990年代の規制が緩んだ後に発生したエロンスキャンダルとバーナード・エル・マドフのポンチ方式までは、クルーガー教皇と同じ規模の詐欺行為の被害に遭うことはなかった。1930年の フォーリンアフェアーズ報告では、クルーガートールは6億3000万 US ドルの資産を保有していると主張しているが、2億 US ドルはマッチ事業から、3000万 US ドルは銀行に、その他の4億 US ドルは単に、その他の投資としてしか分類されていないと断じていた。1932年3月末に会社が、 最終的に破産した時2億5000万 US ドルの資産は存在しないことが判明した。破産に先立ってクルーガーは多数の社債を発行していた。これは非常に人気があり成長し続けるクルーガー帝国への厚い信頼から当時のスウェーデン人はこのクルーガー債に投資した。クルーガー教皇の後、 この社債と株式は無価値となりその結果何千という、スウェーデン人と小規模銀行は貯蓄と財産を失った。大規模投資家と株主とは別の融資者は、総額の43%を返還された。バレンベリグループとシュテンベックグループの関連銀行と、ハンデルス銀行は、クルーガー帝国の参加企業のほとんどを買収した。スウェーデンマッチ社は、 クルーガー帝国内の多くの製造会社と同様に、強行の後わずかの期間で復活し、政府が保障する莫大な融資を受けたが数年のうちに、完済した。しかし、米国の IMCO は、生き残れず、生産に9年間を要し、最終的に1941年に廃業した。インネボリ・エベルトとイーバルクルガー、1914年、ストックホルム、 ビラが単 13A と13バイトバンチの E、バルクルーガー所有のアパートメント初期の旅客機で、出張に旅立つ E バルクルーガーモーターヨットの、ロリス号に乗るメアリー・ピックフォード、ダグラス・フェアバンクス、チャールズ・マグヌッソンと E バルクルーガー。ストックホルム1924年 E バルクルーガーは、結婚をしなかったが、ストックホルム出身の同地で、 理学療法士として働くインネボリ・エベルトと異なった。時期に多年にわたり、生活を共にした。1932年に、インネボリ・エベルトが書いたイーバルと過ごした日々を綴った。著書によると、二人が初めて出会ったのは1913年で、イーバルは、結婚や子供を持つことに、興味はなく、事業のみに専念していた。彼女は1917年に関係を終 デンマークへ行きそこで、デンマーク人の技術者と結婚した。二人の間には、ストックホルムで女優になった娘グレテ・エベルトがいた。しかし数年後、エベルトと離婚したインネボリは娘を連れて、ストックホルムに戻りそこで再び、クルーガーと一緒になった。この新しい生活は1928年頃まで続き、その後は時に応じて会うようになった。二人が、 最後に会ったのは1931年11月クルーガーが最後の米国旅行に行く直前だった。インネボリがパリでクルーガーの死のニュースを知ったのは事件翌日の1932年3月12日の新聞の見出しであった。クルーガーはストックホルム、ニューヨーク、パリ、ワルシャワに 個人のアパートメントとストックホルム群島に夏を過ごす自身の島を所有していた。ストックホルムのアパートメントはビラガタン 13A と13バイトバンチにある建物の最上階にあり、その建物は現存する。ヨーロッパの出張では仕事相手とパリで会うことを好み、そこではビクトール・エマニュエル3よ通り5番地のフラットに滞在した。 クルーガーは数隻の特製モーターヨットを所有し、エルザ、ロリス、トールナン、最も有名なのが1928年に、リーディングで作られた、米国のライト車から購入したエスパノスイザ製 V 型12、気筒31.9リットル 650HP の、エンジン付きで50ノット以上の速度を出せる全長37フィート、4.9トンのモーターヨット、スバーランであった。 一石の複製が作られた。クルーガーは、ストックホルムとニューヨークのアパートメントに、多くの個人蔵書と極めて多数の美術コレクションを持っていた。クルーガー教皇の結果クルーガーの個人財産すべてが破産に巻き込まれたが、それ以外で、絵画は1932年9月に模様されたオークションで売却された。ストックホルムのコレクションは、 アンデシュソーン作の19枚と非常に多くのオランダの古典傑作を含む88枚のオリジナル作品でニューヨークのコレクションはレンブラントとアンソニー・バンダイクのオリジナル作品で構成されていた。クルーガーは1919 19年にスウェーデンフィルムが設立された時から大株主であったため時折映画界の有名人たちと会う機会があった。 1924年にメアリー・ピック・フォードとダグラス・フェアバンクスが SF の招きでストックホルムを訪れた時にクルーガーは自身のモーターヨットのロリスでストックホルム軍島を案内した。この時の5分間の映像が SF のフィルム保管庫に残されている。この映像の中にはピック・フォード、フェアバンクス、クルーガー、チャールズ・マグヌッソン、 グレタ・ガルボや様々な SF の従業員がすべて映されている。クルーガーは1932年まではスウェーデンのマッチ王、死後には最初の世界的金融帝国の王子と呼ばれた。彼のことを史上最大の詐欺師と呼ぶ者も,もいた。おそらく分類された関連書類が最近になって公表された後で、クルーガーと彼の死の状況を異なる視点から見た書籍。 なぜイーバルクルーガーは殺されたのか、と、クルーガー殺人、新事実に基づいた調査が出版された。イーバルクルーガーの弟トルステン・クルーガーが1960年代の著書の中で、殺人説を擁護したが、歴史家の間では、イーバルクルーガーは自殺したことが定説となっている。これらの新しい書籍がこの定説を変えることができるか、どうかはまだ不明である。 ありがとうございます。